国鉄バスのシンボル、つばめマーク省営自動車時代からのシンボル、道林マーク国鉄バスとは、日本国有鉄道自動車局が運営していた、自動車事業及び路線のことである。日本国有鉄道自動車局が運営していた、自動車による旅客及び貨物輸送の事業のことを指す。バスによる旅客輸送のほか、1970年代まではトラックによる、 貨物輸送も行われていたが、一般的には国鉄バスの故障が定着していた。公共企業体である国鉄は、鉄道以外の事業は鉄道に付帯する事業しか行うことができなかったことから、鉄道予定線の先行、鉄道線の代行、鉄道線の培養、鉄道線の短絡を主目的として、路線を開設、運営していた。なお、名神高速道路の開通に伴う、 名神高速線運行開始以降、鉄道線の保管も目的として加わった。詳しくは講述する。1987年4月1日に実施された国鉄の分割民営化により、国鉄の自動車事業は鉄道事業ともに新設された旅客鉄道会社に引き継がれた。以降については JR バスも参照のこと。事業は 国鉄自動車局が担当し、下部組織として、全国を9つの自動車局及び自動車部を置き、管理していた。その下部に自動車営業所を設け、各路線を管理した。鉄道線と同格で扱われている事例。白鳳線は自動車路線であるが、乗り換え案内に自動車路線である旨の記載はない国鉄の営業場、鉄道、自動車、船舶は、 運賃体系は違うものの同格として扱われていた。乗車券を発売する際の計算方法は、連絡運輸に準じていたが、乗車券の発行においても、連絡運輸としては扱われなかった。このため、青函連絡船が航行していた頃には、戸和田湖函館という、国鉄の乗車券でありながら、鉄道を介さないものも存在していた。路線沿線の主要地域には、 鉄道駅と同等の業務を行うことを目的として、自動車駅と呼ばれる施設を設けた。自動車駅では、当該駅から国鉄線駅への乗車券を発売し、手荷物は小荷物、貨物の取り扱いも行っていた。中には、貨物専用の自動車駅も存在した。厳密に言えば、現行のバス路線における運賃区会停留所も停車場扱いとなり、 国鉄線駅と重複する国鉄バスの停留所に旧国名や路線名を被せたのはこの理由による。自動車駅を含む国鉄のすべての駅には国鉄自動車運賃表が常備してあり、指定された駅までの乗車券を発行することができた。なお、国鉄バスは国鉄の一部ではあったが、時刻表においては、私鉄や民間バスなどと同じページに掲載されていた。この点は、 現在の JR バスにおいても同じである。ただし、並行する国鉄の鉄道線を保管する路線については、列車時刻と閉鎖する事例も見受けられた。日本交通公社、国鉄監修交通公社の時刻表1981年8月号をお礼にすると、阿賀妻線に渋川線の自動車便が、札沼線には石狩線の自動車便を、日高本線では、 日商線の自動車便の閉鎖が行われていたほか、東海道、山陽新幹線のページの最後の片隅に、ドリーム号の時刻も記載されていた。当時の国鉄が、ドリーム号が新幹線の保管交通機関であるという認識を、はっきりと示していた事例といえる。貸切バス事業に関しては、免許区域は、国鉄バス路線が運行されている沿線の市町村に限定され、 国鉄バスの路線が走らない市町村での営業は認められなかった。路線は目的別に分類されていた。その分類を以下に記す。省営バス岡田線開業1930年に運行を開始した省営自動車岡田線の車両2002年撮影交通博物館鉄道博物館を経て現リニア鉄道館所蔵そもそも国鉄が 自らの手でバス事業を行うきっかけとなったのは、鉄道付設法が1922年に大幅改正され、全国に膨大な数の鉄道建設予定が立てられたことと言われている。しかし、法改正前に木下俊夫が危惧したように、それらの予定線は輸送量が少ない地区にある上、建設費用も多額になると予想された。このため、輸送量の少ない地域においては、 鉄道の補助、代行機関として、季節の道路を利用して、自動車運輸事業を行うべきという意見が起こることになり、1929年には、鉄道省に、自動車交通網調査会が設置されることになった。この調査会が、全国78路線の自動車交通網の答申を行ったことを受け、鉄道省では、自動車運輸事業を行うことを決定した。この時、 使用する車両は国産自動車とする方針も決定されたが、これはようやく成長を始めた国内自動車製造業の進行という側面もあった。こうして1930年に省営自動車岡田線の運行が開始された。当初の規模はバス7両トラック10台であった。1932年には鉄道省運輸局に自動車課が設立され、 翌1933年には鉄道の付帯事業という位置づけだった省営自動車事業は鉄道に関連する国営自動車事業と改められ運営基盤が確立されることとなった。1934年には政府の経済不況対策として観光事業の拡大を提唱したものを受けて観光路線である戸和田線の運行を開始している。これ以後も各地で 自動車路線の拡大が行われた。特に中国地方では引用連絡路線の先行となる長距離路線が相次いで開設されたほか、四国、九州地区では1934年から1936年間での3年間に12路線が開設されている。逆に北海道では戦時体制になるまではあまり大きな動きはなかった。 1940年時点での営業規模はバス550両トラック299両営業キロは約2600キロであった。第二次世界大戦1939年9月1日から1945年9月2日間でにより省営自動車は時代の要請による変化を余儀なくされる。戦時中においては軍需物資の輸送は国策上急務であり、 これを受けて、鉄道貨物の末端輸送や近距離輸送においては、省営自動車が輸送になるようになった。さらに、戦争の激化に伴って輸送状態が逼迫すると、鉱石や木材の輸送を行う貨物自動車路線を次々と開設することになった。こうして、貨物輸送の比率は急上昇。終戦の1945年には、 トラック1279台バス674両という規模になった。一方、資材不足により金属教室が行われるようになると、鉄道においても不要不急とされた線区の撤去が行われることとなり、この代行輸送を省営自動車が行うことになった。この時期、民間バス事業者においては、陸上交通事業調整法並びに、 陸運動政令による統合の通帳が出されていたが、省営自動車においてはほとんど影響を受けていない。富山県内を運行していた笹津線は富山地方鉄道に一本化するために廃止されたが、これは戦時統合によって廃止された唯一の省営自動車路線である。終戦1945年となると政府は国土復興のための開拓事業を奨励することとなり、 省営自動車も開拓地域への路線を拡大することとなった。貨物輸送についても占領軍からトラックの払い下げを受けた上で復興物資の輸送に注力した。1948年連合軍最高司令部民間運輸局により省営自動車の拡大には大幅な政権が加えられることとなった。占領下で産業自由化政策が進められているおり 民間バス事業者の復興が優先されたためであり、省営自動車には、戦時中の休止路線と民間との総り入れを行う路線のみ、拡大が認められた。1949年、公共企業体である日本国有鉄道の発足に伴い、省営自動車は国鉄自動車として再スタートを切った。なお、公共企業体への移行を機に国鉄バスの シンボルマークを一般公募し、1950年10月14日に発表された。道輪上に流線を描くツバメをあしらったツバメマークは若干のアレンジが加わったものの、今なお JR バス各社のシンボルマークとして親しまれている。1951年には国鉄自動車は道路運送法の適用を受けることになり、道路運送における秩序の確立のため、 民間バス事業者と対等の立場となった。この頃、民間バス事業者の成長とともに、国鉄自動車との間に数々の摩擦も生じるようになった。このため、政府は1952年に国鉄自動車の事業範囲についての見解を出した。これが国鉄自動車の4原則である。この原則に該当する路線であっても、 民間バス事業者との調整は慎重に行うこととされた。1954年には国鉄バスと民間バスの調整に関する勧告を行い、バス業界の発展のために十分な調整を行うこととされた。しかし、住民からの路線拡張に対する要望は大きく、1955年までに営業キロは12,033キロとなった。バス1,629両、 トラックは766台と、戦時中から戦後にかけての物資輸送が一段落したこともあり、トラック輸送の比率は小さくなった。1955年以降、自動車産業の復興と道路網の整備が進むにつれ、それまでは鉄道の輸送分野と言われていた中距離輸送についてもバスが進出することになった。 1955年6月には運輸大臣の諮問機関として日本国有鉄道経営調査会が設置されていたが、答申の中では国鉄自動車についても触れられており自営手段として自動車輸送の拡大を図るべきであるとの答申を出した。1957年には国土開発縦貫自動車道建設法が制定され、1964年には 名神高速道路が全線開通することも決まったことから日本でも本格的な高速道路時代が到来し陸上輸送体系が大幅に変わることが予想されたこれはそれまで中距離輸送まで進出していたバスが感染輸送の分野へも進出することを意味するものであり国鉄はもちろん国鉄バスにとっても無視できない問題であった同年7月には 国鉄自動車の基本方針として、従来の4原則を踏襲しつつ、都市間の幹線にバスを運行することで、鉄道輸送の保管を図り、今後開通する高速道路におけるバス事業は、国鉄バスが行うべきであると決定した。さらに、1962年には、国鉄総裁の諮問機関として、国鉄自動車問題調査会が設けられた。これは、 陸上輸送体系の変化に対応できる国鉄自動車事業分野の方向性を検討するものであった。1962年12月、調査会は国鉄バスの輸送分野として国鉄の鉄道線の平行道路上の路線及び鉄道とともに組み合わされて幹線交通網の一環をなすべき路線、並びに地域開発上必要と認められる路線と答申した。これにより、 鉄道との機能補完による全国的な統一輸送網を形成することが国鉄バスの今後の方針であると決定した。これにより国鉄バスの原則に新たに鉄道線の保管が加わり国鉄自動車のご原則となったのである。これより前、名神高速道路の全線開通を控え、1961年には名神高速道路上の路線開設を 申請していたが、すべての申請を合計すると80往復以上となり、供給過剰で認可できるものではなかった。この受給調整が行われている中で決定された国鉄バスの方針については、民間事業者から国家資本による民業の圧迫であると激しい反発を受けた。運輸省では、名神高速道路上のバス路線の運行は、民間バス事業者の出資による 日本急行バスが望ましく、国鉄もこれに出資すべきという見解を発表したが、国鉄自動車問題調査会では、高速道路上のバス事業は、国鉄と民営の並存が望ましいとの初心を発表、国鉄は、日本急行バスへ出資の意思はないことも改めて、明言した。名神高速道路上のバス路線については、運輸審議会による、 公聴会が1964年7月10日から14日の5日間に渡り実施され、その結果を受けて運輸審議会では輸送の重要性に鑑み、他のミニ A 事業者との調整を図りながら国鉄をしてこの事業を行わせることが適当であるとの答申を行い、これを受けて運輸省は国鉄バスの路線開設について認可した。また内閣法制局は 鉄道の機能補完を行う幹線輸送について国有鉄道が営む鉄道事業の目的を十分達成するために合わせ営むのが合理的と考えられる範囲の自動車運送事業という解釈を示したこの時点で国鉄バスが高速道路上のバス路線へ参入することが確定したのであるこうして国鉄バスの高速バス路線は拡大されていったしかし 国民経済の発展と自動車の大衆化、道路網の整備、拡大は、バス時代ではなく、マイカー時代の到来という結果を生み出した。この時期を境に、バス利用者の減少が始まり、バス事業の経営は悪化していった。国鉄バスにおいては、その経緯から地域開発路線を多く抱えていたため、その影響も著しく、深刻なものとなっていた。このため、 1968年には国鉄自動車経営改善委員会が設置され、不採算路線の削減を中心とする路線網の再編成を含めた大幅な合理化施策の方針を打ち出した。また国鉄自体の経営も悪化していたため国鉄諮問委員会ではローカル線のあり方についての意見を提出し83 1 9 2600キロの鉄道線については、便益性を十分に確保する見通しを立てた上で、自動車輸送に委ねるべきであると勧告した。国鉄財政再建推進会議や財政制度審議会においても、同様の指摘が行われたのを受け、1969年には赤字鉄道線のバス転換を図ることが、閣議決定された。この方針に伴い、 1972年には三国線、カジヤ原線なども線区の鉄道線が廃止され、国鉄バスによる代替輸送が実施されることになった。同年、経営改善計画をさらに発展させ、路線の役割を明確にし、都市間路線、観光路線については、鉄道との一貫した輸送体制の整備等の積極的な営業施策、それ以外の路線では、 沿線利用者の同意等の条件を勘案しつつ、路線の再編成を行うこととされた。鉄道との一貫した輸送体制については、1975年に新幹線博多開業を機に引用連絡バスの運行を開始し、新幹線の持つ時間短縮効果を山陰地方にまで波及させた。地域開発路線については、日常生活に、 不可欠な最後の足としての役割を持つ路線が多く、1977年には地方バス路線運営費補助金の交付を受けることになった。1972年度から民間バス事業者には生活路線維持の助成金が交付されており、これと同等の助成措置を行うことにしたものである。その一方、高速バス路線については異変が生じていた。 1975年に中国高速線の運行を開始し、好調なスタートを切ったかに見えたが、これは並行する姫新線の利用者数の減少を招いた。安くて早い上に大阪へ直行する高速バスに乗客が移ってしまったことによるもので、インビ線と連なって引用連絡路線としての一翼も担っていたはずの姫新線が地域輸送主体の路線となっていった。 本来鉄道線の保管の役目を果たすべき国鉄高速バスがあろうことか鉄道線に大打撃を与えてしまったため国鉄車内でも国鉄バスが国鉄の乗客を奪ったと大変な問題になり以後の国鉄高速バス路線の拡大は凍結されることになったこの事例は国鉄にとっては大都市と地方都市を結ぶ高速バスであっても 並行する鉄道は脅威にさらされるという教訓となった。1977年1月に日本国有鉄道の再建対策についてが閣議で了解されると同年4月に経営改善計画として自動車部門について路線別管理を強化し実態に即応しつつ路線の再編成を行うとともに各種の合理化施策を推進することにより 1985年に収支均衡となるように収支改善に努めるという方向性が示された。さらに、同年12月には日本国有鉄道の再建基本方針が閣議了解されたが、自動車部門については、高速線については需要に合わせた積極的な営業施策の展開、一般路線に対しては輸送量の変化に対応した路線の再編成。 貨物輸送については縮減との方針が示された。この計画に伴い、省営自動車初期より続けられたトラック輸送は1984年2月に全廃され、1985年までに2300キロに及ぶ路線の急廃止が行われた。しかし、国鉄の経営状態はさらに悪化し、1983年には政府に国鉄再建管理委員会が設けられた。 1983年には乗車密度5人未満の路線の整理、民間バス並みの経営が行えるような行政措置が求められた。さらに、分割民営化が確定した1985年には、再建管理委員会から、バス事業は一旦旅客鉄道会社に引き継ぎ、分離、独立の内容は、旅客鉄道会社設立の計画の中において明らかにすると意見が示された。 政府はこの意見を最大限尊重するとの閣議決定を行い、国鉄バスが地域ごとに分割されることが確定した。なお、国鉄の経営改善計画において自動車部門に限っては目標より1年早い1984年にその計画目標を達成している。1984年中央高速バス那、飯田線の運行開始前後に表面化した。 中央高速バス問題の際には、国鉄バスも東京と稲地区を結ぶ高速バスに参入することで、身内での影響を食い止める案もあった。しかし、国鉄飯田線が置かれた状況に変化はなく、飯田線自体も高速バスに対して全く競争力を持たせることができないことから、中国高速線と同様の状態になり避難されるのは明らかで、 高速バス反対という意見に押し切られることになった。しかし、高速バス反対という意見は全く受け入れられなかったため、方針転換を余儀なくされることになる。この方針転換に伴い、1985年には森岡弘前間の高速バス、ヨーデル号の運行に参入した。この路線は花輪線と競合しており、花輪線の乗客の転移も当然予想されたが、 路線の目的が東北新幹線連絡であり、新幹線乗客の増加が見込まれるため、国鉄全体としてはプラスになると判断されたことから、国鉄車内ではあまり問題視されていなかった。また、1986年2月に民間側で申請された中央高速バススは岡谷線に対抗するべく、直後の1986年3月に、 中央自動車道経由の高速バスの運行を申請したが、こちらは国鉄バス側と民間側の主張が完全に対立し、両者とも一歩も譲らない姿勢を示したため、ついに国鉄バスが国鉄バスであるうちには何の進展も見られないという異常な状態になった。中央高速バスのみならず、分割民営化後に強引とも言えるほど多数の高速バス参入により、 他の民間バス事業者との摩擦が発生する前兆でもあった。こうして1930年12月20日の運行開始以来57年間運行を続けてきた国鉄バスは1987年3月31日限りで国鉄バスとしての運行を終了し各旅客会社に引き継がれたのである。他里線国道183号を経由して 鳥取県日野郡日南町内の生山駅と放棄荒谷駅の1 9トルを結ぶ貨物自動車路線で1943年5月より運行されていた。これは国鉄自動車としては初めての鳥取県進出であった。本路線の開設に伴って生山自動車区を開設しており、国鉄自動車では唯一の鳥取県の営業所であった。しかし、 貨物輸送の減少により、1962年4月1日に、生山自動車営業所は、倉敷自動車営業所に統合され、同営業所の名前山支所となり、さらに、同年12月29日には、倉敷自動車営業所は、岡山自動車営業所に移転され、同営業所の名前山支所となった。結局、最後まで、旅客営業は行われず、 1965年2月10日限りで、田里線は廃止となり、同年に、生山市所は廃止となった。同時に、国鉄の貨物自動車は、鳥取県から撤退することとなった。これ以後、国鉄自動車、JR バスの鳥取県の営業所は存在しない。美白線倉吉駅の時刻表国道179号を、経由して、岡山県津山市と鳥取県倉吉市を結ぶ。 路線バスは中国鉄道夏山から日の丸自動車が倉吉から路線を運行しており県境の人形峠付近で接続していた。しかしこの2都市を直通する路線バスの運行はなかった。このため1954年頃から沿線自治体が国鉄バスの運行に関して陳情を行っていた。国鉄バスではすでに1948年に 貨物自動車路線の開設に伴って津山自動車営業所を開設しており、ここを拠点として津山と倉吉を結ぶ路線の運行を計画した。しかし、既存の2社は国鉄バス運行には反対の立場をとり、調整が難航したため、運輸審議会において公聴会が開かれる事態になった。最終的に既存の2社と共通乗車制度を導入し、 自動車駅の営業を日の丸自動車に委託することで2社と合意となった。こうして1955年8月16日より津山駅と上井駅の7 9トルを結ぶ美白線の運行が開始された。これは国鉄バスとしては初めての鳥取県進出であった。改正鉄道施設法には岡山県勝山より鳥取県倉吉に イタリール鉄道が記載されており、本路線は鉄道線の先行という使命を有していた。路線名は三まさと後期の頭文字を取ったものである。なお、本路線の運行直前の1955年7月11日に津山自動車営業所は倉敷自動車営業所に統合され、同営業所の津山支所となった。 1958年5月1日に開始された、三笹温泉への乗り入れは、当初は一部の便に限られていたが、国鉄バス全体で観光輸送に力が入れられた1960年代には、全便が三笹温泉に乗り入れることになった。なお、1962年12月29日には、倉敷自動車営業所は、岡山自動車営業所に移転され、 同営業所の津山支所となった。しかし、モータリゼーションの進展とともに利用者数が減少した。1981年11月5日に、人形峠の人形トンネル開通に伴い経路を変更した時点で、運行本数は3往復のみとなっていた。結局、国鉄再建の波の中で1985年3月31日、限りで美白線は休止となり、 国鉄バスは鳥取県から撤退することとなった。同時に津山市所は廃止となった。本路線以後、国鉄バス JR バスの鳥取県乗り入れ路線は2003年に桃太郎エクスプレスに中国 JR バスが参入するまでは高速バス路線による高速道路の通過を除いて存在しなかった。その他中国地方自動車部の路線、 特急以外は全般は当時琴平山宮電鉄と共同運行創業前バスは輸入品が多く国産バスについてもエンジン、シャーシ、ボディなど外国産部品を使用するものが多かった。日本の国内における自動車製造業の振興という観点から完全な国産バスの開発から始めた。一貫して日本製の車両を導入しており日本国内の 各メーカーから購入していたが、日本全国に配置されていたのは、イスズ製の車両だけで、日野製は北海道、東北、関東、中部のみ、三菱製は近畿、中国、四国、九州のみ、日産ディーゼル製は新越、中部にのみ配置されていた。ただし、東名、名神、中国の各高速線の車両においては、イスズ製の車両は、 本格導入はされていない。国鉄がバスを購入する際には必ず購入前にメーカー側が用意した車両でテスト走行を行い性能などを確認した。たとえローカル路線に使用される車両であっても箱根など急勾配がある道路で走り込み性能が国鉄の基準を満たしていなければ国鉄バスとしての採用はされなかった。国鉄の基準に合わないものについては メーカー標準仕様から変更されることも多かった。細かいところでは、イスズキュービックのワイパー動作について、メーカー標準仕様が JRS を満たしていなかったために、国鉄仕様に変更された上で導入されている。また、イスズ車については、1983年まで日の車体工業が仮装した車体を多数採用していたのも、国鉄バスの特徴であった。 この方針が最もメーカーにとって過酷だったのがメーカーに高速バス専用車の開発を依頼した国鉄専用形式である。国鉄専用形式については当該項目を参照されたい。観光客の多い地域の路線での観光シーズン中の乗客増に対応するため、新車をその地域に集中的に配置し、シーズンオフになってから配置予定の営業所に移動することが通例と、 なっていた。また、日本全国に路線網を持つだけあって、地域間での車両の移動は頻繁に行われていた。車両の使用は10年を限度としていた。ただし、過酷な運用の多い高速車や通満専用で他に転用ができなかった場合は、それより短い期間で廃車された。なお、国鉄バスでは、貸切バス営業は一般路線を運行している沿線市町村など、 限定的にしか認められていなかったため、貸切専用車というものは存在せず、通常の路線バス車両に補助席を設置した程度であった。ただし、観光地の路線や高速バス担当の営業所においては、リクライニングシート装備車も多かったため、それらの車両の中から貸切運用に充てていた。塗装は当初は一般路線用では、東日本と西日本で違っており、 ベージュ系の車体塗装こそ同じものの、窓周り、車体すその部分の塗装が、東日本ではマルーンなのに対し、西日本では緑色であった。後に、西日本向け車両の塗装をベースに、車体下部に、オード色の帯を巻く、車体色に統一された。一方高速車については、1964年の、名神高速船の開業時に購入した車両から、白地にメタリックブルー及び、 銀浪日が入る塗装を採用したが、好評だったことから、観光使用者についても、ほぼ同時期に塗装変更された。その後一般路線用バスについても、観光使用の塗装と統一することになり、塗装の塗り替えや、車両更新の結果、土浦営業所の車両を最後に、1980年に、統一された。また、1983年に、 東京湾岸線向きに導入されたハイレッカー車両を川切りとして国鉄末期には高速車の塗装が変更され現在でも JR バス関東などの高速車で使用されるツバメマークが大きく描かれる塗装となったまた一般路線用の塗色についても JR バス東北が引き続き採用している一般路線車では正面に道輪マークが付けられていた 観光仕様ではジュニアマークと同輪マークの両方があったが、高速車ではジュニアマークの方が多かった。側面にはツバメマークのプレートが取り付けられ、観光、高速車ではジュニアマークも取り付けられていた。なお、1986年後期登録の高速車は、すでに分割民営化が決まっていたこともあって、ジュニアマークは、 はじめから取り付けられておらず、ツバメマークも小さくまとめられていた。JR バス移行後に、カラーリングやシンボルマークも大幅に変わると予想されたためである。しかし、同時期には、東北地方自動車部が、新会社になってもツバメマークのバスは走り続けると、利用者に対する車内掲示を行っており、さらに JR はス行後は、カラーリングこそ変化が見られるものの、ツバメマークはむしろ、 シンボルマークとして重要な位置づけに変化している。JR 四国バスに至っては JR マークの使用を中止し、つばめマークを正式な車掌としている。JR バスになっても列車代行の表示マークは大半の車両に用意されている JR バス関東 S670 から98,405国鉄バスの5原則の中の代行には鉄道線が 普通になった場合の輸送の代行も含まれていた。このため、どの車両にも、列車代行、鉄道代行という表示幕が用意されていた。分割民営化、バス分社化後もこれは続いており、現在の四国、国鉄バスでは、国鉄自動車称号規定により、車両称号の不満法則が定められていた。国鉄末期には、10年以上使用される車両が出てきたことなどにより、 一時的に称号が重複するケースがあったが、この場合は元からあった車両を改版していたことにより、称号の重複をできるだけ避けていた。1966年に改定された車両称号はこの表の通りである。上記の不板法則によると、一例として744-4901は、イコール高速車で、イコールリクライニングシート装備のイコール三菱製、イコール製造年は、 XXX4 年で、イコール冷房、空気バネ装備の車両における、イコール1号車ということになる。ありがとうございます。